はい、大谷選手がですね 50-50 間近ということで、まあ一応作っといた方がいいかなと思って作ってみましたけど、どうでしょうか。ちょっとバレバレ大丈夫ですか。あ、すいません、これね、このユニフォームはドジャースじゃなくてドラゴンズなんですよね。これは名古屋のお客さんから何か使ってくださいみたいないただいたんですけども、この動画で使わせていただきます。ありがとうございます。はい、まあね、多分これから 50-50 になったらおそらく帽子ももっと高くなるんでしょうね。これね、材料さえあればワンコイン以内でできます。はい、ちょっとご紹介したいと思います。これまずこの素材ですけど、何かというと、これね、これなんですよ。ドン・キホーテで買ったこういう帽子が売ってまして、これワンコイン以内で買いました。400いくらだったかな。これロボットのネタで使ってたんですけど、でこうじゃなくても例えばダイソーにこういうの売ってるんですよ。これは200円商品かな。はい、これ染めちゃってもいいし、で色としてはね、これがやっぱ一番合うんじゃないかな。このウルトラマリンって朝日ペンのこれがこの色ですよね、多分ね。これよりは薄いですもんね、多分これドラゴンズですけど。はい、なのでこのウルトラマリンがいいと思います。はい、で、このマークはどこからかというと、これ検索するといろんなドジャースのマークが出てきまして、僕はこれ選んだんですけど、まあ何でもいいと思います。でこれを切り取ってもう貼るってことなんですけど、僕はちょっとネタで使うのでちょっとコーティングしなきゃいけなくって、でコーティングする場合はちょっとコーティングしちゃうとテカっちゃうのがねちょっと嫌なんですけど、コーティングする場合はこれあれ梱包用のテープですか、これほらよく荷物を送るとき用の、はい、これで四角く、まずねやり方としては四角く切り取って、でその四角い要はこう切り取ったものをこういうそのカッターのその下敷きに置いて、それでこのテープでこう上からこうパッと貼っちゃう。そこをカッターでこう切り取っていくという、はい、定規を使いながら、はい、これの作業です。でその切り取ったものをマークを、こう割と強めの、両面テープで貼ってるだけという、はい、そんなのなので、これだって作ってもう10分ぐらいでできちゃうんじゃないかなという、こうちょっと切り取りのこういうとこちゃんとやったとしても簡単にできますので激安でということです。おそらくこれからねもっと高くなるし、もう物がなくなると思いますので、ちょっとこれでねこうちょっとごまかせるんじゃないかなみたいな、近くにね誰か来たらあっもうみたいな隠しちゃえばいいと。はい、以上です。今日のお知らせはこれもそうなんですけど、実は今週末のお知らせの方がメインかな。今週末長野県塩尻市木曽平沢というところで公演があるんですけども、実はここ僕が本当に生まれ育った元木曽郡奈良川村という今塩尻市なんですけど、本当にもうそこなんですよ。もう生まれた家から5分ぐらいの会場なんですよね。そこで20年ぐらい前も一度そこで呼んでいただいてやったんですけども、それ以来で、今回は敬老会ということなんですね。その村というか今地域の木曽平沢というところの敬老会で、今回でもう最後にしようということで、それで僕ちょっと呼んでいただいたという、すいません、ありがとうございます。お招きいただいてとても嬉しいですし、まあその100倍ぐらい恥ずかしいいやね、もうまともな芸ならいいんですけどね、まともな、まあ、ああいう芸じゃないですか。本当にまあ身内は来るかどうかわかんないんですけども、知ってる人だらけになると思うんですよ、おそらく。まあね、小さい頃から知ってる人とか、小さい頃にお世話になったおじさんおばさんとかね、どの面下げてみたいな、まあある程度も慣れてはいるんですけども、はい、何十年ぶりだねって方多いと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。でその回なんですけども、おそらくいろいろおしゃべりもして、その地元のおしゃべりとかいろいろして1時間ぐらいの公演をお願いされているので、そのショーを、なんかもうパフォーマンスやりながらやると思うんですけども、これは
その村の方じゃなくても、その地域の方じゃなくても、敬老会の方じゃなくても、どなたでもご覧いただけるということで、ホームページでも宣伝してますけども、どうぞというお知らせです。それでちょっと場所がわからないとか、そんなお声もいただいているので、割とちょっとざっくりお知らせいたしますと、電車の方は、まず電車の方はですね、木曽平沢という JR の中央西線って今言うのかな、まだ中央西線って書いて中央西線って呼んでたんですけど、中央線かな、そこで木曽平沢、松本方面から名古屋方面に向かって降りてきてもらって、木曽平沢という駅で降りて、改札出て右にずっと下っていくと木曽平沢の街並みに出るので、そこをずっと下っていっていただけると、5分、もうちょっとかかるのかな、7分ぐらいでおそらくちょっとした森が見えてきて、そこに、諏訪神社という神社があって、その隣にあるんですよね、元奈良川村役場のあった場所ですね。その隣の福祉会館的な施設だったのかな、その会場は。そこでやりますので。そしてお車の方はですね、その会館の前に20台ぐらい止まれる駐車場があるんですよね。そこに止めていただいていいんですし、もしそこいっぱいでしたら19号線、国道19号線沿いに道の駅木曽奈良川か、道の駅木曽奈良川という、道の駅があるの でそこの駐車場に止めてもらっていいそうなので、そこから、歩いてくるとですね、5分ぐらいなのかな、そんなところなので、お越しくださいということです。別にね、僕の講演じゃなくても、この木曽はとってもいいところなのでということでもお知らせしております。今週日曜じゃなくても、僕の講演じゃなくても、ぜひ一度行ってみてください。とてもいいところです。うちの村はですね、木曽平沢という、昔からですね、漆器の里なんですね、漆の、はい、日本でも第4番目ぐらいの産地だと思いますよ、はい、でお隣の奈良井宿はですね、中山道でとても人気のスポットです。でもう一つ、奈良井、平沢、あと新江川とあって、新江川もとても風光明媚なところなので、はい、ぜひ奈良川というところをお越しくださいという宣伝でした。はい、では大谷選手のパゲティフィフティ待ち遠しいですね、大谷選手頑張ってください。失礼します。